はい、こんにちは、こんばんは、ひろです。いつも、私のチャンネルを見ていただきどうもありがとうございます、おかげさまで皆さんのご支援あってですね、登録者数1000人を超えることができました。どうもありがとうございました。これからももっと有益な情報を、出していきたいと思いますので、さらにですねクオリティも上げていきたいと思っておりますので、ご意見とかですねリクエストがあればどしどしコメントください。もちろんできるできないがあるんですけど、いただいたものを、メッセージを拝見させていただいて、チャレンジしてみたいなと思うものがあったらぜひ取り組んでいきたいなと思っておりますので、今後ともよろしくお願いします。まあ、1000人というのは一つの区切りなんですけど、1000人いったらギブソンを買ってとかっていう話を私してたと思うんですけど、で1000人行く前にもギブソン買っちゃってですね、しかも2本もね買っちゃって、1000人行ってないやんっていうコメントいただいたこともあったりしたんですけど、まあそれはそれとして、まあギブソンも買っちゃったので、まあ一つの節目としてですね、一つこうイベントしようかなと。まあ、イベントって言ってもささやかな私のイベントなんですけど、何か、皆さんのリクエストに答えようかなと思っております。何かご要望があればぜひコメントください。なかなかねコメントいただいててちょっとできてないものもあるんですけど、それもちゃんとですね構想に入っておりますので、はい、そこに関してはしばらくお待ちください。何かないですね。何かないですかね。まあ、私のチャンネルは結構年のこう同じような世代の方が多いみたいですので、その今更ねギターテクニックっていうこともちょっとね申し訳ないなと大変失礼だなと思いますし、まあ、かといって一方でレッスン動画を上げるとやっぱり一定数の 200-300 人ぐらいの、ね、方が見てくださって、レッスン動画に関するコメントもいただいたりしますので、やっぱりそれを見てるとやっぱりね非常に幅広く見てくださってたなと思います。なので、まあ、そういう声があれば、そのもっとね、もう他なんかあるかな、もっと突っ込んだ内容で本当はね何かお話したいなとは思うんですけど、まあ、ギターを1本プレゼントっていうことも別にいいんですけど、同じ日本国内であればあれなんですけど、こっから海外からのシッピングって、シッピング代がバカになりませんからね取りに来てくださる方がいたらそれは差し上げてもいいですけどただしギブソンとかはダメですけどね。まあそんなん考えちゃったりしてですね、まあ何か考えてみたいと思います。はい、まあ、今後も、さらにですね企画をしっかり煮詰めてですね、もっとクオリティの高いものを作っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。それから、まあ、当初のねこの私のチャンネルの設立当初から言っておりました、その、まあ、本音でねユーザー目線で買う人の目線でものを言うと、やっぱりこれは変えるつもりはないので、まあ私もそんな器用じゃないので、媚びを売るのは苦手ですので、まあ、メーカーさんにはもしかしたら失礼なことを言ってるかもしれませんけど、特にボスさんとかに対して結構ねきついこともたくさん言いましたけども、まあ、それも好きだからこそっていうふうに思っていただいてですね、で、まあ、私が言った言葉っていうのは当然責任持ってますので、そう言ったことに対して、まあまあ、特にボスさんねなんだよどうなんだよっていうのであれば、ぜひいつも言ってます通りぜひコメントください。で、私の中でいやこういうとこなんですよっていう話もしたいと思いますし、ボスさんに関してはパッチ作りますよっていうオファーもさせていただいてて、なかなか返事がなくてですねコメントもないので、そのまんまもう自分の中で立ち消えしつつあるんですけど、まあそういったボスさんに限らずね、他のメーカーさんであっても、まあ、ニューエックスさん、私ニューエックスさん好きなんですね。いい音しますしね、あとフラーマも好きですしね、まあいろんなところの製品をどんどんねこだわりなく使ってみたいと思いますし、損得なくね、あとこの購入者目線、使用者目線でねこうものを言っていけたらなと思っておりますので、今後も楽しみにしていてください。取り急ぎ、皆様にご報告させていただきました。今後ともよろしくお願いします。まあ、このチャンネルが一つの大きなねこうミュージックコミュニティみたいな感じになってね、皆さんでいろんな話ができるような場になったらいいなと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。最後になりましたけども、ぜひ、チャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いします。ひろでした。